淡路恵子七7月17日から2014年1月11日は日本の女優。本名は井田ダ子。ヤ九1933年東京品川に生まれる。家は2階建ての借家だった。父は大日本帝国海軍の軍人だったが胸を患って海軍省を辞め自宅療養していた。母は助産婦 集団疎開先の富山県から一時江原に戻った時、激しい空襲にあった。そのため、茨城県の母の親戚のところへ疎開に行き、田舎暮らしを体験。富立、第八高等女学校を受験、合格する。13歳の時、終戦の翌夏父親が高い。女医にしたいという母の願いをよそに、淡路は SKD に合格、卒業まであと数ヶ月だったが、 第8工場を退学した。小竹歌劇団のユニット、スリーパールズ1948年に、小竹歌劇団の養成学校である小竹音楽舞踊学校に4期生として入学。1949年、入団前の学校政治に、黒沢明監督より抜擢され、野良犬で、舞台より早く、スクリーンデビュー。1950年、小竹歌劇団に入団。 草笛、三つ子、深草翔子と組んで、スリーパールズと呼ばれ、歌に踊りに大活躍。1953年からは、多くの松竹映画に出演。主演した、メロドラマ、この世の花は、続編、続々編と、大ヒットしたため完結編まで、全十部作となった。1954年には、マーク・ロブソン監督に見出され、パラマウント映画、残りの橋で、 ミッキー・ルーニーと共演。1957年に出演した、太夫さんより、女体は、悲しくと、下町の演技で、ブルーリボン賞の女演女優賞を受賞。1960年代には、駅前シリーズや、社長シリーズにレギュラー出演した。テレビドラマでは、1961年に、若い季節に、女社長役で主演。1963年には、コシ吹雪。 岸田京子、横山道代との四姉妹役で出演した男嫌いが数々の流行語を生み出す話題作になった。1987年、男は辛いよ知れとこ母上で結婚引退後から20年ぶりに女優復帰してマスコミからの復帰インタビューにも撮影所で出演しながら応じていた。2011年7月に波乱万丈の芸能人生60年を振り返った。 凛として、一人、弱かった自分が強くなれた瞬間を出版した。2014年1月11日17時24分、食道癌のため、東京都港区の病院で死去した。80歳没。食道癌に関しては、投薬により治療していた。また、直腸癌の手術も成功していたが、2013年9月以降、食事を受け付けなくなり、徐々に体力が落ちていき、 所属事務所の社長の話によれば、2014年1月9日に、会ってから容態が急変したという。改名は、法主院淡路比、京成大師。東京、青山葬儀所で、谷国別式が営まれ、デビュー当時から信仰が深い旧友の草笛や宝田、明、プライベートで可愛がられていた、浅田美代子、小坂井和樹、爆笑問題、春の愛など、 約300人が21日の通夜に参列し、22日の告別式には、淡路と60年来の大親友であったデブイスカルの、後輩の高橋秀樹、中尾美恵、綾戸ど恵、栗原類など、約150人が参列し別れを惜しんだ。父は海軍の軍人だった。母は茨城県久治浜の網元の娘。母は同落者の結婚相手に愛想をつかして、 子供二人を連れて、東京に出て、助産婦を始めたとき、父と知り合い再婚した。十三と十一違いの兄が二人いる。淡路は二十歳のときに、フィリピン人歌手貧乏ダナオと結婚。彼のショーを見に行って、人に紹介された。貧乏ダナオは本国に妻と四人の娘がいて、また、カトリック信者であり、その妻と離婚はできなかった。そのために入籍はしておらず。 事実婚であった。淡路によれば、私、結婚に対して、何の夢もなきゃ、婚姻届を出すとかそんなことも知らなかったの。好きだ、好きだって彼が言って、私が家を建てたらやってきて、お互いに好きだから、一緒にいただけ。一緒にいるから結婚だと思っていたくらいという。長男の島栄津夫と次男を出産。二児の母となるが、 ダナオの度重なる浮気が原因で1965年に離婚。1966年に中村金之助と再婚し女優業を引退三男四男を出産した。しかし、金之助の個人事務所である中村プロが13億円もの莫大な負債を抱え倒産。重症す無力症で倒れた金之助を献身的に看病するが豪邸を売却し、 貯金持つ北淡路は、金之助を看病しながら生活費を稼ぐため、一時期は、六本木で、クラブの雇われママも経験した。淡路の友人であった高二紀との不倫問題などで1987年に、離婚。1990年に三男の小川昭弘が、バイク事故で死亡する不幸に見舞われ、2004年には、俳優業を放り出すなど以前から、 そこを不良に手を焼いていた四男のよろずや吉之助が、慶子の自宅に侵入、金品を物色中に通報で駆けつけた、警視庁麻布警察署署員に、住居侵入などの疑いで逮捕、連行され、ワイドショーや女性週刊誌で話題となる。愛想をつかした慶子は厳罰を求めて、吉之助を告訴、懲役6ヶ月の実刑となった。しかも彼はこの時、別の窃盗罪で、 執行猶予期間中だったため、前半と合算され、懲役2年の実刑となった。2010年6月18日、4男の吉之助が自宅マンションで死亡しているのが発見された。自殺とみられている。なお、亡くなった三男には娘がおり、自分も男ばかりじゃなく、娘が欲しかったと語っていた。他、多数。ありがとうございます。